はい、こんばんは。本日はプラネットコースター進めてまいります。今までこちらの海賊ライドが見えるレストランあんまり利用客がいなかったんですけど、この栄えてるところとこのレストランの間にトイレや占いマシーンなどを置いて人が来るようにしてみました。お、走っていってますよ。はい、こちら徐々に人が来てにぎわい始めましたね。いい感じでございます。ちょっと生首みたいになってますが、すごいですね。食べ物と飲み物を一気に買うパターンもあるんですね。ねえ、こんなに買ったらあのテーブルに座って食べればいいのに。実はこちらの海賊エリアなんですが、海賊ライドの完成に向けて少しずつ整備しております。はい、この待ち行列がちょっとお祭り風になったり、海賊ライドの待ち行列もこんな感じで、後々建物を建てることを想定して少し改良してあります。あれ、もしかしたら改良を加えるときにレールを引き直したんでトリガーが効いてないっぽいですね。やば、ザク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 、すりおろされてますねこれみんな。今回からはこのアトラクションの終盤部分の制作に取り掛かっていきます。最後のここら辺がお宝発見エリアになるとして、今回はその手前、お宝発見の手前部分を作ろうと思います。で、手前部分どんな感じかっていうと、おどろおどろしい入ってはいけないところに入ってしまった感、ただならぬ雰囲気の場所で、そこを乗り越えればお宝があると、そういう部分ですね。まずは地形のあたりだけつけましょう。ここは外に一旦出るんですけど、はい、またここら辺からすぐ屋内に入っていく感じですね。ちょっと目印の入り口だけつけておきます。こっからここまでは全部最終的には洞窟の中になると思います。今のところ思います。すいません、私作ってる途中でどんどん気が変わってしまうので、あんまりこういう計画とか言って進めんのもどうなのかなとは思うのですが、このドクロの岩というものを使いましょう。で、地形はなるべく先が見えないようにしておきましょう。いや、だいぶいろんなものを置いて海が狭くなってきましたね。
もうちょっと隠さないとここからネタバレしてしまいますね。こんな感じで、うん、こっから見えちゃう。並んでる人が宝あそこにあんじゃんみたいなことになりかねないですね、これ。まあここら辺はまた次回になると思いますので置いておきましょう。で、洞窟の中の広さもある程度見せたいんで、ちょっと広めに岩場を取りましょう。はい、こんな感じで、ゆくゆくは上を閉じるんですけど、閉じてしまうとちょっと作業がしづらいので、この天井の開いた状態で中作っていきます。はい、もう何を作ってるのかよく分かんなくなってきました。こんな感じでもうカオスな状態になっております。で、より不気味な感じにするためにライトを置きます。これですね、着色可能なエリアライト。着色が可能なので、はい、こういう感じで何色にしましょうか。まあ、ちょっと緑青系がいいですよね。こんな感じのライトを下から かなりホラーな感じになってますが、まあ、宝はそれだけ奥の方にあるという感じでいきましょう。こんな感じですかね。うん、いい感じですね。特殊効果でなんか煙とかも出したいですよね。はい完全に制作途中を見られましたね。着色可能な霧というのもあるんですね。まあ、若干青っぽい煙で置けるか、ここら辺、うん、まだ一部だけですが、なんかいい感じの雰囲気になりそうなので、このまま続きも作っていきたいと思います。お、昼間にするとなかなか激しい色になってましたねThank you.
はい、こんな感じで不気味なエリア完成いたしました。まだ上閉じてないのでだいぶ壮観な見栄えになっております。宝発見エリアを作ってから上を閉じて洞窟にしようかなと考えております。アトラクションの順序としてはこの以前作った地下牢獄を出て一瞬外に出てからまた中に入るという感じになっております。はい、こんな感じで中に入るとすでにだいぶ不気味な雰囲気となっております。割と狭い感じにしてるんですけど、まあ、これは結構入り組んだところをどんどん奥に進んでいくみたいなイメージですかね。で奥に行くと、はい、このドクロの岩がある、さらにやばそうな雰囲気となっております。まあ、まだ洞窟になってないので月明かりが綺麗ですね。はい、でもう少し奥に行くと、この人は不気味なガーゴイル、可愛かったので配置しました。不気味な洞窟には、まあ、ちょうどいいということで。はい、で全体的に青い感じばっかりだとつまんないんでちょっと赤い部分も作ってみました。奥に行くとなぜか巨大なサソリが戦っています。で巨大なサソリが戦ってる手前で、この方は睡眠中のドラッド、なんでしょう、ゾウのような珍しい系の動物がすやすやと眠っております。うん、可愛いですね。はい、でさらに奥に行くと、まあ、この先もう次回以降になるのでほぼ何もないんですが、こんな感じで、はい、もう一つ先に進むとやっと宝にたどり着けるという感じになりますね。おそらくこのエリアを上から見れるのは今だけなので見ておきましょう。こんな感じになっております。はい、というわけで今回はお宝発見一歩手前の不気味な洞窟作りました。次回以降もお楽しみにしていただければと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。